ジョージタウン、ジョージタウン、英語、ジョージタウンは、ポトマック川河岸沿いのアメリカ合衆国首都ワシントン DC、北西部近郊の名称。ワシントン DC が設立する以前は、独立した都市であった。ジョージタウンは、南は、ポトマック川に、東は、ロッククリークに、北は、グラバーパークに、そして西は、ジョージタウン大学に境を接しており、特に西側近隣の区域は、 ポトマック川を見渡す絶壁に位置している。そのため、北と南を結ぶ通りにはやや急な坂道が多い。特に、M ストリートとプロスペクトストリートをつなぐ、エクソシストステップスと呼ばれ有名な海岸は、周辺の小高い地形によって、急勾配になっている。ジョージタウンで、商業的に最も重要な通りは、M ストリートとウィスコンシンアベニューであり、 ここに並ぶ高級ファッション店は年間を通じて観光客と買い物客を大勢集めている。また貸しに面した K ストリートの成長も目覚ましくアウトドア形式を呼び物にしたバーやレストランはボートレースを観戦するのに人気のスポットである。M ストリートと K ストリートの間には歴史あるチェサピーク・オハイオ運河が流れ、今日ではツアーボートが定期運行しているほか、 両岸に接す,する小道をジョギングしたり散歩する人も多い。ジョージタウンには、ジョージタウン大学の主要キャンパスや、フランス、モンゴル、タイ、ウクライナ大使館がある。この他の観光名所としては、などが挙げられる。ジョージタウンは1696年に、ヨーロッパ人によって建設された。メリーランド地方、初期のフレデリック。 後のモント・ゴメリー軍のイギリス植民地の一部とされた1751年に初めて正式に都市とし、認められ、その後13植民地の一部になった。海岸平野と古い山地との境にできる幕府船に一致しており、外洋航行の船舶がポトマック川を遡上すると最も奥まった地点にあった。そうした立地が港に適していたため繁栄し、ポトマック川の船舶から、 チェサピーク、オハイオ運河の船舶へ、タバコなどの貨物を運送する重要な中継地点となったのである。ジョージタウンはフランシス・スコット・キーの故郷でもある。キーの親戚である、ウィリアム・ビーンズ博士は、米英戦争の際、イギリス軍がワシントン DC を襲撃した時にその後方部隊によって拘束された。イギリス軍は退却するとき、 ビーンズ博士をボルチモア近くのイギリス艦隊へ捕虜として連行した。ビーンズ博士の釈放を求めて艦隊に赴いたキーは抑留され、イギリス軍の戦艦がマクヘンリー砦を攻撃したとき、砦に立つアメリカ合衆国の国旗を目にし、アメリカ合衆国の国家の歌詞を思いついた。ジョージタウンは1751年にメリーランド州、フレデリック軍、後にモントゴメリー組へ、 分割に、ジョージ・ベオルとジョージ・ゴードンが、タウン・オブ・ジョージとして設立した。両設立者の名前が、同じジョージだったことと、当時のイギリス王の名も、ジョージであったという偶然の一致があったため、この都市の名は、ジョージ二世を称える目的で名付けられたものだとする説、ある一方、二人の設立者の名を取ったものだとする説も、ある。アメリカ独立戦争後、ジョージタウンは、ワシントン市、 アレクサンドリア市、そして新たに創設されたワシントン軍とアレクサンドリア軍、現在はバージニア州アーリントン軍と共に連邦コロンビア特別区の独立姿勢となり、コロンビア特別区ジョージタウン市となっていた。1862年、ワシントン・ジョージタウン鉄道会社が馬車鉄道線をジョージタウンの M ストリートとワシントン市内のペンシルベニアアベニュー沿いに付設した。 これが二つの都市を統合へと導く大きな要因になった。ジョージタウンは1871年まで正式にはワシントン市と併合されることはなく、また1895年まで名目上は別個の都市のままであった。併合の際にジョージタウンの通りの名称はワシントン市内の通りで使われている通りの名称に合わせて解明された。 南北戦争で多くのアフリカンアメリカンたちがジョージタウンに移り住んでコミュニティを作ったが1890年の洪水と鉄道の拡大がチェサピーク、オハイオ運河の流星に終止符を打ちジョージタウンは貧しいスラムが増えたしかしその結果多くの古い家屋が比較的良い状態で保存されることになった地域は20世紀前半までその 産業的特徴を保っていた。そのためジョージタウンは、木材工場やセメント工場、生肉工場の拠点となり、ごみ焼却炉の煙突がそびえ立っていた。1949年には、自動車が都心部へ行く際に、ジョージタウンのキーブリッジを介して、ワシントン市内へ迂回して侵入できるよう、軽ストリート上型の高架高速道である、ホワイトハーストフリーエイが建設されている。 当初ジョージタウンは新しく形成されたコロンビア特別区内においてファッション文化の中心的役割を担う唯一の都市であった。しかしワシントン市が発展するにつれ同市の社会的中心はロッククリークを越えて市内の環状交差路周辺に現れた新ビクトリア徴用式の住居やマサチューセッツアベニュー沿いに増え始めた公共の時代を 代表するような高級住宅群が立ち並ぶ東側へ移っていった。多くの古き一門がジョージタウンに残っていた一方で20世紀初頭には近隣に住む人々はすでにその古き良き前世紀を過ぎていたのである。アメリカ合衆国第32代大統領フランクリン・ルーズベルト政権下の数人の政府関係者が周辺地域に移り住み、 高級住宅化が進み始めた1930年代の間に近隣住民たちは再び過去の栄光を取り戻し始めた。1950年代頃、新戦後居住者の波が訪れた。こうした新しく住み始めた人々はエリートの来歴を持ち教養があったため近所に住む人々の歴史的にも重要な生活や姿に強い関心を抱いた。これと、 ほぼ同時期にジョージタウン市民組合が結成された。ジョージタウンに住んでいた合衆国第35代大統領ジョン会ケネディが大統領に選出された際、地域一体の上流社会性は頂点に達した。ケネディ大統領は1950年代に国会議員、上院議員を務めていた際、ジョージタウンに住んでいた。その間行われた社交パーティーは、 妻のジャクリーン・ケネディ・オナシスが主催し、他ジョージタウンに住む多くのパーティー主催者は、中心部のクラブやホテル、または北部の16番ストリートから離れた場所で政治エリートを招くなどした。また、ケネディ大統領は1961年1月に 3307N ストリートにある自身のタウンハウスで大統領就任式を行った。それ以来、 ジョージタウンは、アメリカ合衆国首都圏の富と品格の、先導的中心地として、地位を確立したのである。多くの政界、メディア関係、財界の先頭に立つ人々がこの地域に住んでいる。現在の著名な人物としては、マサチューセッツ州選出の上院議員ジョン・ケリー、前ワシントンポスト紙編集者のベンジャミン・シー・ブラッドリー、第64代アメリカ合衆国国務長官、 マデレーン、オルブライト、クリントン政権補佐官、ジョージ・ステファノ・プロス、モンタナ衆議院、マックス・ボーカスなどの名が挙げられる。最高度の土地開発と高級住宅化は、以前のジョージタウンにおいて繁栄し、衰退していた産業菓子を再び蘇らせることとなった。昔の名残を止めるものの一つに、史跡として保存され、2003年時点で新しく建設された。 リッツ・カールトンホテルに合併された廃棄物焼却炉の煙突がある。一方、ホワイトハーストフリーウェイは取り壊しが提案されている。地下鉄線の拡張や一帯へ侵入できるようにするため、ポトマック川の下にトンネルを増築する議論が行われてきたが、現在ジョージタウンにはワシントンメトロが直接通っていない。ロズリン駅、アーリントン川からキーブリッジを渡る。 ホギーボトムグー駅、デュポンサークル駅の3つの地下鉄駅が、ジョージタウン中心部からおよそ1マイルほど離れている、ものもより駅である。また、ジョージタウンへは、地下鉄バスと循環バス、DC サーキュレーターも運行している。加えて、ガッツ、ジョージタウン大学シャトルバスが、ジョージタウン大学にある、リビーセンターから、大学関連の場所と、地下鉄、デュポンサークル駅及び、 ロズリン駅に停車する。大学に関係する生徒や職員などの身分証を持っていれば無料で利用できる。これまで多くの映画がジョージタウンで撮影されてきたが中でも有名なのは1973年製作のホラー映画エクソシストであろう。映画の最高潮で主役を演じる俳優がプロスペクトストリートと36番ストリート下にある M ストリートをつなぐ。 全75段の急な階段に身を投げるシーンがあった。この階段は、エクソシストステップス、エクソシスト階段と命名されている。他に、ジョージタウンが舞台である映画に、ジョージタウン大学を描く1984年制作の、ブラッドパックの名作、セント・エルモズ・ファイアがあるが、映画の一部は、メリーランド大学カレッジ・パーク校で撮影されたもので、ある。また、常のように地下鉄、 ジョージタウン駅は実在しないが、1987年製作の映画、追い詰められてでは架空の同駅が登場する。以下は翻訳元である英語版の出展項目である。他参考サイトを楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。